U30 第2戦優勝おめでとうございます。ありがとうございます。次の DHC ツアー第4戦はこちらの、浜松セントラルボールの開催になりますけれども、支配人を務めるシンチア・クリスティーナさんから、PR をしていただきたいと思います。はい、こちらのセンターの立地についてちょっとお伺いをしたいんですけれども、周辺を含めて、どんなところでしょうか。うちのセンターは、アットホームで、楽しいセンターです。周りにはいろんな、浜松城もあるし来やすくて、観光としてもいいところだと思います。それでは次にセンターの営業時間、ゲーム代、割引企画など今やっているものがあれば教えてください。はい、平日、月曜日から木曜日まで、10時から24時まで営業します。祝日土日は、10時から26時まで営業してます。今新しく、作っています花丸パックがあります。ぜひ100点アップでアイスがゲットできますので、よかったらたくさん連れてきてください。はい、ありがとうございます。お店の近くで、シンチアさんがよく行くお店、食事に行くお店などありましたら、お客様におすすめのお店がありましたら、合わせて教えていただければと思います。よろしくお願いします。仕事中で休憩の時間は、隣にあるイエローガーデンで漫画を読みながら、ランチを食べてます。そこの焼肉定食がとっても美味しいです。おいくらぐらいなんですか？700円ですごい大盛りで食べれます。今まで LBO ツアーに参加してみて感想を教えていただければと思います。たくさんの選手が、緊張した中で、真剣に投げる姿や、自分が投げていて、すごい勉強にもなるし、見ている人も多分投げている人を見て勉強になる試合だと思います。はい、それでは次回、こちらのセンター開催になりますけれども、意気込みをお願いいたします。一応支配人として、プロボーラーとしてプレーをするんですが、周りを気にしないで、自分のプレーができればいいなと私は思います。優勝は狙っています。では最後に、こちらのセンターの PR 自由にお願いします。センタースタッフも、みんなすごいアットホームで迎えてくれるので、多分来やすいセンターだと思います。よかったら皆さん来てください。はい、ありがとうございます。こちらにメロンがあるんですけれども、これはちょっと簡単に説明をしていただければと思いますが、センターの表にある、シンチア農業みたいなのを、作って、花や、メロン、ミニトマトも、作ってみんなで楽しく、やっています。ありがとうございました。うちのお客さんが、すごいこれを趣味にして、いろんなものを作って飾るようにしてます。で、ここの手書きで書いてある、ものがあるんですけど、これ全部私の手書きで作ってます。一番後ろのページの広告をなんかシンチアさんが作ってくれる。うちのデザイナーがいて、私が絵で描いてるのを全部載せてくれるみたいなんで、今回のパンフレットはちょっと楽しみです。期待してます。はい、ありがとうございます。